さて、続いては The アルフィーブレイク。ブレイク。皆さんから何気ないお便り、あるいは相談を紹介していきます。相談ごとね。はい。じゃあまず、はい。三つ来てるのかな。まずはですね、岡山の奥目さんです。うん、私は午前10時からの放送を再放送とは知らずに聞いてましたが、今は本放送再放送どちらもハマって聞いてます。お三人様の息の合ったお話に引き込まれ、そう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 と相槌を打ちながらその当時の自分に当てはめてます。1954年5月生まれ。え、同学年です。同学年じゃないですか。54年、僕と高見さん4月ですから、一月しか違わないんです。23歳で結婚し、生まれ故郷の千葉を離れ、うん、主人の転勤で転々とし、転勤11年目に岡山に流れ着き、25年が経ちました、子供3人は、東京や関東に住んでます。一人は高見沢さんにお会いしたことがあるようですよと。あ、そうですか、私といえば再放送が終わってすぐ午前11時にはタイムカードを打たないといけないのに、番組に夢中になってなかなか車から出られません。お互いに体気をつけながら頑張りましょう。あ、車で朝聞いてから。そっか、ね、ギリギリで11時にはタイムカードを押さなきゃいけないんだ。なるほど、大変だ。でも同年代っていうことは、話はもういろんなところで全然、ね、ピンとくるでしょうね。これはね、共通項いっぱいじゃないですか、ね、だからあの俺たちの世代っていうかさ、うん、すごい良かったなっていうのはさ、うん、一つの曲でもさ、みんな聴いてたってことだよね。そうなんね、共有してた、全員が分かってたっていうか、うん、ヒット曲は全員が知ってたんだよね。全員が知ってた。歌えなくても絶対聴いたことがあるってことは、あ、知ってるって感じだったよね、うん、だからそういうことでは良かったなと僕は思いますけどね。それはありますね。今やっぱ個人個人個々になってしまいます、ね、個々になっちゃうからね、なかなかそういうことはいかないと思いますけどね、うん、さあ次行きましょうか。これからもよろしくです。よろしくです。同級生、はい、